こんにちは、岡田です。今日もチャンネル見ていただいて ありがとうございます。やっぱこれ慣れねえな。これやっぱ、ナルコさん来るたびの俺これ言うんですか？ね、これやるんですか、俺が。はい、お願いわかりしまましす。た。はい、で、今日は、もう、ですね、TAV の中で、復縁のカテゴリーっていうところをしっかり押さえていただいている先生がいるんですけども、まあ、ご存知の方も結構もういらっしゃると多いと思うんですけど、なのかさん、なのか先生ですね、に来ていただきました。こんばんよろは。しく、こんばんは。よろしくお願いします。なのかよろしくおで願いす。しま す。はい、よろしくお願いします。もう僕はですね、本当にこの TAV のチャンネルで話す相手というと、もう矢口なんですよ。もう本当にもうちょっとで耳が腐るとこだったんで、今日はもう嬉しくてしょうがないんですよ。よかった。はい。本当に私も来ていた嬉しいだいてでありがとす。うございました。はい、よろしくお願はいします。い。よろしくお願いします。で、この前、改めて、やられてるチャンネルを見てたんですけど、すごいですね。コメントのもう量とか濃さが。結構、真は剣に悩みを持ってい。相談してくれる方が多くいて、や、すごいですよありがね。たいです。赤裸々ですよね、かなりね。そうですね。あれ一本の本になっちゃうんじゃないですか、一冊のね。あれまでときめれたら。ば、考えてます。そんだけやっぱりいろんな方々の男性の、コメントをやってると思うんですけど、いろいろ接されてると思うんですけど、なんて言うんでしょう、こうやってて、って思うこともあると思うんですよ。この女として。おいおい、みたいな。で、ちょっとこう、まあ、そりゃお前捨てられんだろうっていう人もいると思うんですよ。で、なのか先生からして、ちょっとそういったダメ男の特徴っていうんですかね。そういったものがあれば、ちょっとここで毒吐いてもらいたいなと思うんですけど。毒づいちゃっても大丈夫ですか？あ、そうですか。じゃあ、僕はとりあえずヘッドホンを外しますね。けといてください。はい、なんかありますかね。まず、やっぱり、失恋して、振られてしまって、打ちのめされてるっていうのはすごくよくわかるんですけど、もう、復縁したいっていう思いが強すぎると、やっぱりどうしても感情の温度差が、あるので、そこがわからない人は、やっぱり話をまず聞いてもらえないかなっていう。一人で盛り上がっちゃってるみたいな。そうなんですよ。相手は全く違う感情の温度差なのに、自分の熱い思いばっかり伝えちゃうと。いますね、そのタイプ。いるわ。笑っちゃいけないんだけどね、俺ね。いや、わかるわ。一人だけ女音性。楽流れてるんですよね。そうなんですよね。ね。そうちょっなと熱っていう人がたまにいるので、ちょっと違う景色を見てることもちょっと理解してもらえればなとは思います。そこはやっぱり、自分はそんな思いがあっても、やっぱり相手は違うから、ちそうゃんですね。とそこの想像も必要ってことですよね。おそらくなんですけど、男性と女性とではちょっと別れの解釈が違うと思っていて、男性の中で別れるっていう解釈って、別れたって結構曖昧な感じなんですよ。なるほど。ぼわっとしてる。もやっとしてる感じですね。そうです、そうです。例えば3年前に別れた人が、ちょっと連絡すればまた交際が復活するんじゃないかっていう、ちょっと曖昧なまあ、あわよく区ば的切り。なね。そうです、そうです。でも女性の中では1回リセット。もうゲームの続きはできない。もうでリきセッない。トになっちゃってるんですよ。次のステージ。なので、そこの世界観の違いもあると思います。確かに、なんでしょう。女の子のその辺のけじめってすごいですよね。そうですね。どうしてもやっぱり、ケリがつくようにできてると思うので、なるほどね。だから逆に女の人の方が潔いというか男らしいんですね、逆にね。むもう、し決ろ。めたら多分強いかもしれないです。なかなか意ね。志は覆らないというか、確かに。じゃあ、なんでしょう。ダメ男の特徴としては、やっぱりこう、いつまでもこう、なんだ？こう、じめっとしてるというか、未練たらしいっていうところもあるのかな。
あと別れをちゃんと受け入れられていないというか、うん、彼女の気持ちと全く違う視点で見てるっていう、うん、反省してないわけですね。そういう人たまにいますいるね。別れ、元カノの話だよねっていうぐらいこう、はい、現在進行形で話す人いますもんね。そうですね、別れたって聞いたよねっていうなるほどね、はい、そういう人はでも下手するとあれですね、気づかないうちにストーカーになっちゃったりするかもしれないですね。やっぱりそこもすごい大事で、本当にそこいいポイントで、うん、女性にとってその、うん、熱い思いってたまに脅威に変わるんですよ。うん、そうね、怖いもんね。そうなんです、うん、もう終わったっていう風に切り替えてるのに、うん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 、そこをしつこくされるとだんだん怖い人に変わっていっちゃうんですよね。しかも男の方はね、ちょっと元彼以上ぐらいに思ってるからね、はい、そうなんです。すれ違いがなんで聞いてくれないのとか、なんで俺じゃないとダメなのっていう、そういう思いが、うんうんうん、やっぱり彼女と全然温度差が違うので怖くなっていっちゃうんですよね。追い詰めちゃうというか、ね、はい、気をつけよう本当に女性はドライのとかありますからね。ドライってことですね。はい、だってことですね、はい、他に何か出てきますかね、特徴は。そうですね、あと自分磨きというのをたまに勘違いしてる人がいます言い方言い方俺もそのフレーズだけでつぼっちゃうもんな。そのなんかやっぱ復縁マニュアルとかネットの情報を見ると、自分磨きとか冷却期間ってワードって必ず出てくると思うんですね横にね。そうなんです、セットで出てきて自分磨きをする。それって必ずしも例えば外見を整えたりとか収入を増やすっていうことではなくて、やっぱり直接別れた原因に基づいたことを修復していかないと次のステップにはいけないと思うんですよ。うん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 、そうですね。そうなんです、例えば女関係で別れたらやっぱり女性関係を清算しないといけないし、うん、そこに収入とか外見って全く関係ないので。なるほどなるほどなるほど。そうなんです、そこをちょっとすれ違いというか。なるほどね、はい、資格取りに行っちゃうみたいな感じですねそうなんですよ、そこじゃないっていう、そこ変わっても全然変わってないっていう。じゃあ自分本位なんだやっぱり。そうですね、そこはあると思います。はい、ちょっと話よ変わっちゃうかもしれないんだけど、僕あの、はいはい、その奈良川さんの YouTube のコメントを見ててすっごく一個不思議だったのが、はい、俺あの奈良川さんの声ってすごくいいと思うんですよ。で教え方もすげえうまいと思うんですよ。あ、嬉しい。動画もちゃんとこうすごい細かいところまでフォローしてて、はい、なんだけどその相談をしてくる、コメントに登場してくる男が、はい、誰一人そこを言わないんですよね。例えばいつもチャンネルすごくあの学ばせてもらってますとか、あ、なんかそういうのをなんて絶対思ってるはずなんですよ、はい、だけどなんか自分の悩みを吐き出す方が先っていうか、自分の悩みを解決することしか考えてない感じがすごく僕は違和感感じたんですね。はいはいはい、うん、だからそういうのってなんかやっぱムカッとしませんか。いや、たまに、うん、なんだろう、うん、例えば一言あってもいいなっていう人はいますね。 あるよね、はい、あの急に俺初めまして、最近別れたんですがってよくよく考えたらすごいおかしい言葉だよね。そうなんですよ、まだなんか背景を説明してくれてればマシなんですけど、もう本当に彼女に振られました、復縁は難しいですかって。そう、情報量が少なすぎる時とかもあって、まずね少ないしさそもそもちょっと軽い挨拶ないのかとか思うよ、ね、思います、正直。いやね、だからそういう方が特に多いなと思って、その復縁関係だと ね、はい、これもうあれじゃないですか、もう七日さん次から次に仕事来ちゃいますね、はい、本当ですかご自身別れないようにしてくださいね、忙しくなってお待ちしております。あ、大変なことになっちゃいますからねもう今あの矢口が張り切っております。頑張ります、頑張れます。そうですか、はい、あのこれからもまた、はい、あの、はい、いろいろ聞きたいことたくさんあるんで、はい、またお暇な時に登場してきてもらえばと思います。ぜひまた呼んでください。今日すごい楽しかったです、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました、はい、じゃあまたお願いします。お願いします。ご視聴
ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。